皆さんこんにちは。今日は外食業の試験問題を読んで、3つの選択の中から答えを1つ選んでください。問題82、バリアフリー新法に示されるユニバーサルデザインに関する記述として適切なものを選び、82にマークしなさい。あ、障害者の移動、入浴トイレ使用などの安全基準を満たした設計。い、年齢障害などを問わず誰でも公平に利用できる施設、製品等の設計。う、健常者が障害者、老人、産婦などに手を差し伸べることを意識した設計。え、障害者用、高齢者用など行き届いた表示を十分に盛り込んだ設計。答えるはどちらですか？考えてください。では、こちらは問題を終わります。皆さん次の問題を見てください。